さあ毎月第2金曜日の中継といえば、そうホームワイド中継です。今日は国道197号沿いにあるこちらホームワイドプロ高城店から、ここでしか手に入らない今話題の商品をご紹介していきます。昼時大分スタートめっちゃいいですね今日は大分市新栄町にありますホームワイドプロ高城店からお届けしていきます。さあ私の周りにはかっこいい工具がずらりと並んでいるんですが、はい、改めてこちらどんな店舗なのか強い背中で訴えかけております。店長にお話伺っていきましょう。翔野さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあまずはこちらの店舗3年目を迎えられたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、改めてこちらの店舗どんなアイテムが揃っているんでしょうか。はい、我々はプロファーストをコンセプトに建設業に携わる職人の方々の道具を販売させていただいております。はい、現場の声に寄り添って次々新しい商品も入荷されているんですよね。はい、ぜひ皆さんプロの方一押しの商品揃っています。こちらの高城店お越しいただきたいと思います。さあ店長、今日はどんな商品をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日はですね、おしゃれな作業衣料と新しい工具類をですね、担当の方からしっかりご紹介させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ではそんな頼りになるエース、こちらで待ってくださっています。店内左側に入りますと衣料品コーナーがあるんですが、さあ1年ぶりの登場です。大森さんよろしくお願いします。さあこちらの衣料品コーナー、いろんなアイテムが揃ってるんですが、職人の方今すごくおしゃれになってるそうですね。はい、カジュアルな衣料も最近流行っておりますので、はい、そしていろんなブランドがある中で今回一押しのブランドというのが今映っている、はい、株式会社東和さんの CS デザインというブランドでございます。はい、こちらどんなブランドになるんでしょうか。軽量化に特化しまして、はい、若者に絶大な人気を誇っているブランドとなっております。はい、無重力ゾーンというんですよね。はい、それほどに軽い生地が特徴となっています。その中で今一押しのアイテムを実は今大森さんが着用してくださっています。こちらかっこいいジャケットとパンツなんですが、どんな特徴があるんでしょうか。はい、軽量化と耐久性にこだわった素材を使用しておりまして、なので着た心地がしないような衣料となっております。さすが無重力。そして本当にアッコさんの言う通り、本当にすっきりしたデザインで作業着とは思えない、本当に普段着としても活用できるようなアイテムとなっています。かっこいいしポケットもたくさんあって、そうですね、収納もいっぱいできますので、はい、非常に効率的なアイテムなんです。そしてこれから寒くなってくるときに羽織りたいものがこちらになるんですが、はい、ベスト、はい、今すごくベストが人気なんだそうですね。はい、近年ではベストが入りまして、はい、いろんなメーカーさんから豊富な種類で入荷しております。うん、はい、ベストがこう人気の理由っていうのは何なんでしょうか。はい、やはり袖口がないことで、はい、動きやすい、また素材も確かなもので温かくいっていうことでございます。はい、ね、本当作業がしやすいというのは一番大事なところですもんね。はい、そしてこんなおしゃれなカラーもありますので、ぜひこういったベストもぜひチェックしてみてください。そしてあれ、女性用はあるのかしらと思った方いらっしゃるかもしれません。ね、実は今日私が着ているのも TS デザインの衣料なんです。本当に着ているかわからないぐらい軽いんですよ。着心地抜群です。そしてこのチェックの部分と肩のロゴの部分が反射材になっておりますので、夜でも安心して歩くことができます。いや本当にかっこいいですし、はい、そうカラーが豊富なんですよ。ご覧ください、こちらグリーンの他にも8色ございますね。で当店では4色今展開中でございます。はい、女性の方こちら必見です。ぜひこちらのウェアもチェックしてみてください。さあそしておしゃれといえばやっぱり足元カラーではないでしょうか。実は女性用の靴がこんなにたくさん揃っているんです。これ全部安全靴なんだそうですね。安全靴なんだ。
一見普段履きのようなんですが、どんな特徴があるんでしょう。はい、先に、プラシンが入っておりまして、はいはい、足を、まあ、重たいものから守る特別な靴となっております。はい、今の DIY ハマっている方も多いと思いますので、危険な時ね、こういった硬い芯が入っていると本当に安心なんですよ。で、実は私も今履いているんですが、本当に軽くて芯が入っているとは思えない。あー、いい音、音がするでしょう。聞こえも言ってますよ。しっかり安全性も備わっております。こちらのシューズ、本当普段履きとしても活用できますので、ぜひこちらの安全グッズチェックしていただきたいと思います。もちろん男性用も、はい、ございます。はい、たくさん揃っていますので、ぜひこちらのホームアイドプロ高城店足を運んでみてください。いや、本当に足元から上半身、本当すべて揃います ね。全身トータルコーディネートできる売り場となっております。はい、ぜひおしゃれなアイテムはホームアイドプロ高城店で揃えていただきたいと思います。さあ、今日の後半の中継は今話題のアイテム続々登場しますので、この後もお見逃しなく。さあ、ここからは引き続きホームアイド中継です。ホームアイドプロ高城店のおすすめアイテムをご紹介していきます。引き続き大森さん、よろしくお願いいたします。さあ、前半は機能的でおしゃれなアイテム続々登場しましたが、後半はどんなアイテムが出てくるんでしょうか。今回、当店の主力であります電動工具の紹介をしたいと思います。そうなんです、後ろにずらっと並んでおります。一つずつご紹介していきたいと思います。さあ、まずはマキタですね。はい、こちらはブルーのカラーが非常にかっこいいんですが、はい、この中でおすすめのアイテムというのはどれでしょうか。はい、特におすすめのがこの 40V のインパクトドライバーセットですね。はい、おかっこいいですね。 40V というと本当にパワーが、はい、マキタの最高クラスのバッテリーとなっております。はい、そしてこの商品のやっぱり目玉というのがこのカラーの品揃えですよね。はい、で5色展開しておりまして、中でもパープル、レッドなどの色が人気となっております。はい、このパープルが人気ということで、やっぱり人と被らないものを持ちたいですからね。はい、そうですね。ぜひこちらのインパクトドライバー、今お安くなっていると、はい、通常ですと51,480円なんですけども、はい、数量限定で41,580円となっております。非常にお買い得となっております。ぜひこちらのインパクトドライバーチェックしてみてください。さあ、続いては今日私が着ている衣装と同じグリーンのカラーが特徴的です。こちらのハイコーキさんこちらの中から今一押しのアイテムというのが、はい、こちらの 36V のサイクロンクリーナー、はい、新色で新商品となっております。新色、このグリーンがおしゃれですね。これはちょっと進化した、はい、ということなんですが、従来の、はい、先端ノズルがこちらのシリコン、固定型だったんですけども、はいはいはい、今回、シリコンの方を稼働ができるようになっておりまして、絨毯などでも滑りが滑らかにできるようになっております。じゃあもう作業だけじゃなくて、まあ、ご自宅とかでも本当にカーペットのよ ね、一般家庭でも使えます。はい、じゃあどのぐらい滑りが良くなったのか、ちょっと実践してみたいと思います。はい、まずはこの旧式の白い方、あ、本当にちょっと硬いですね。進みがちょっと進みづらいのか、まあ、でもこんなもんかなという感じなんですが、こちら新しいアイテムいきますよ。はい、あのね、これわざとじゃないんですけど、本当に滑らかなんです。こんなに進化してるんですね。すごい。しかもパワーもあるということで、あのクリーナー購入検討されている方、本当にコンパクトで軽い、そして動きやすいこちらのクリーナー、ぜひチェックしてみてください。ほら、廃校期の英語みたいになっちゃいました。続いてお隣のものが、あの新しい商品ということなんですが、はい、これが昨年日本に上陸をしました、はい、アメリカのミルウォーキーという電動工具メーカーとなっております。はい、このミルウォーキー、どんなブランドなんですか。はい、まあ、従来のだとインパクトとかが主流ですけども、はい、他の作業に特化した電動工具が主となっているメーカーさんでございます。はい、この取扱店舗が非常に少なくて、先ほど聞いたところによると北九州や山口からもお客さんがこちらの店舗にお買い求めに来るそうなんです。それぐらい非常に人気のアイテムとなっています。その中で今回おすすめなのがこちらの、はい、PVC カッターでございます。
これはどんな商品なんでしょうか。はい、塩ビ管やポリエチレン管など、はい、カットができる非常に優れた電動工具でございます。はい、今まではカットするのにどんなアイテムを使っていたんでしょうか。今までが使用式のこちらの半透明のパイプカッターとなっております。やっぱりパイプを切るとなると結構力いりますよね。硬いですから。硬そう。エアブーじゃない。じゃあこの電動工具がどのぐらい進んだ非常に素晴らしい製品なのか実践していきたいと思います。ではいきますよ。ポリエチレン管切断対決。こんなゲーム、さあ負けられません。この戦いは相当じゃあ、はい、使い方も非常に簡単で、このロックを解除してあとはボタンを押すだけ。さあでは、はい、おもろいきましょうか。はい、いきますよ。せーの。どっちもダメで。そりゃそうでしょ。ありがとうございます。これ本当パワーがすごい。はい、あのバッテリー小型なんですけども、ハイパワーとなってる電動工具でございます。本当、ね、効率的に作業できますので、うん、こちらのカッターぜひぜひ注目してみてください。いや、大森さん本当に手動でありがとうございました。有利な状況でした。ありがとうございます。そこまで3つのブランドをご紹介しましたが、実は今日来たてほやほやの商品がこちらに、はい、こちらの脚立でございます。はい、長谷川工業さんが代理店をやっておりますアメリカのメーカーさんの、はい、リトルジャイアントという脚立メーカーでございます。はい、色もかっこいいですね。見ないデザイン、非常に人気ということで、取り扱いが、プロショップのみでございます。はい、で本日今日入ってきたばっかりなので、はい、まあ、福岡とうちの店だけ、大分県でもうちだけだと思います。はい、わ、すごい。プロに来ればこの商品に出会えるということですので、キャタツ探している方もう本当に要チェックです。こちらぜひぜひ見に来てください。さあ、ここまでさまざまな商品ご紹介しましたが、最後に大森さんからお知らせがございます。はい、はい、当店のプロショップのオンラインショップがリニューアルいたしまして、はい、検索をイオン九州オンラインで、検索していただきますと、こちらのサイトに移動します。そしてホームセンターをタップしていただきますと、プロショップで展開しています商品が、購入できるようになっております。また九州限定で、店舗、最寄りの店舗で受け取りができまして、はいはいはい、送料が無料となっております。はい、ぜひご利用ください。はい、ぜひこちらの、ね、サービスご利用いただきたいと思います。本当に便利な、ね、おすすめのお知らせとなっております。さあ、では最後はいつも私がお世話になっていますホームアイドプラス各店からのお知らせでございます。さあ、こちら保護猫たちに新しい家族をということで、10月16日日曜日、ホームアイドプラス各店にて NPO 法人日本アニマルケースワーカー協会が主催する保護猫譲渡会が開催されます。ホームアイドでは保護犬保護猫の譲渡促進に取り組む団体の活動に賛同しておりまして、各団体と定期的な保護犬保護猫譲渡会開催に取り組んでいらっしゃるということなんです。ホームアイドでは今回7回目の開催となります。こちら開催時間は午前11時から午後2時までです。チャリティーバザーも同時開催されるということですので、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。雨天の場合は順延となります。さあ、以上ここまでホームアイドプロ高城店からいろいろなアイテムご紹介してきました。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。以上ここまで中継でした。ありがとうございました。